コベルコ神戸スティーラーズ対トヨタベルブリッツ。アーロン・スミスがボールを入れます。どうでしょうか、ちょっと回って、そしてこの神戸ボールに変わります。試合開始早々2つのスクラム、いずれもスティーラーズボールに変わっています。ポストに当たった。これどれ分かんないですよ。ゲームが続きます。プレーオンです。ベルブリッツに入って塩さんやフィフター。今ペナルティーゴールは決まりませんでした。22メーターからこのキック回転がかかっています、これはおよそハーフウェイ近くまで戻しています。回転がかかった。ボデン・バレット、右側にフォワードのプレイヤーが移動しています。そして姫野、手を伸ばしていきますが、どうだ、スティーラーズボールに変わります。ボールを離すことはできませんでした。最後はアーディ・サビアだったか。ジョシュ・ニクソンのプレーですね。不必要なプレー、ミスコンダクプレー、イエローカード。10分間の審議でオフィールドレビューです。手前、ケーナン・コスリーでしたが、伸ばせるか、まだ手前です。仕掛けてきましたね、ジャンプをしない速いボール。レタリック、インゴールが迫ってきました。そしてアディ・サビアがボールの近くですが、サビアがどうだ、上返って先制。この人は本当捕まった後ひと伸びするんですよね、ひと伸び。さばいてきました。ティエラン・コストリー、5メーターインゴールまでですが、トライになるのか。今止めた山中から日和さん、ラットランドはパスにはいかなかった。自らここはベルブリッツもペナルティーなく守りたいんですが、どうでしょう。まもなく前半の20分です、さあ空いたトライチャンスで、ここは7番のアディサベア、彦坂短いパス詰めた。今手のレタリック、さっきも思いたくなりましたね、ローレンス一返しでした。入ってきたのが14番の高橋太一、抜けかかってオフロード通った、水道脇がこの時間帯ベルブリッツ戻ってきました。ベルブリッツもこう敵陣でアタックしたらもう大体ゲインできてますよね。ショートサイド、彦坂義勝、非常に機動力があります。そしてキックを使った、一番外側のスペースは通ったぞ、これ姫野だ。ちょっと今滑ってしまった。そうですね、上から来たのがレタリック。2メートル、アドバンテージもらってますよ。チャーリー・ローレンスがリターン、取った、ジョシュ・ディクソン。今日は俊敏の時間帯がありました。ジョシュ・ディクソン後ろに下げられてしまった、短いキックは入ればチャンスですが、足で勝利。松岡、その後アディ・サベア、今日2トライ。サベアがなかなか取れない、敵陣に入ってきたぞ。サポートついてるか、キックを使った、そこに走り込めるか、2対2。手があったか、戻った、アロン・スミスが戻った。ラファエル・ティムシーが言ってましたが、ボールの争奪はベルブリッツ。まだ場内沸いてますが、一旦ピンチ脱出、ベルブリッツ。最後アロン・スミスが行きました。ラインアウトはベルブリッツに入ります。キープはできませんでしたスティーラーズ。もう2人待ってますが、グランドのキック、ここに山中、ここはボーデン・バレット、ハイタックル。テルさんこの辺でいいですか。ゴール成功、3点勝ち越し。また一歩前に出ました、コベルコ神戸スティーラーズ、15対12、3点差。ラインアウトは攻めに行って、神戸に入った、そこにプレッシャー、ジョシュ・ディクソン、ちょっと乱れて危ないシーンですが、ランドペー。そして前半の40分が終了しています。今日山中はこう本当にこう攻守の貫禄がありますね。転がした外から上がっていきますが、増田が、ここは選手来てます。
ニック・ウィルソン、フルバック。ボールはキープできるか。ショートサイド、前進、ボーデン・バレット。競り合いですが、これが出ました。ですぐにボール入れましたよ、レタリック。ちょっと足を取られて、ベルブリッツのプレイヤー、スピード上げながら、サベア、今日2トライ、また 22m、止まらない。つながってコストリーから、うん、スカットランドが前が空いた、うん、後半最初はコベリコ・コーブ・スティーラー、スカットランドのトライ。取り切れるか、パスにはいかなかった。その後、受けるのがレタリック。姫野がこの位置。上田翔吾、全試合ゲームに出ています。ペナルティーがありました。スティーラーズこれで7点差。ボールはどうだ、神戸がキープか。いや、ベルブリッツ出そう、アロン・スミス。ここでボールもう一度取って、かなり疲れがある時間帯ですが、ボール取った、インターセプトだ、山下のクスピードを上げて、もう追えません。山下楽栄、今シーズンこの時間帯でようやく相手が来たのを見て、まだグラウンディングしてません。ここでトライです。スコアだから当然ですけれども、スティーラーズがスティーラーズ救う。点差が広がっています。バレット、あー、ここもボール取った、山下ここも取ったぞ、 22m。 今ボーデン・バレットからのパスアウトだったんですが、アドバンテージをもらっています。不順を経由して、山中、手を伸ばしたピーター・ステフ・デュトイ、今日3本目になります。アディ・サベア連続トライ。ちょっと動き出して、短いキックはラウナペンに入る、そしてもうパスに行ってました。ノム上がってくる、山中そのにもついてますが、山下楽、ここまで持ってきました。山中その後戻りはどうでしょう。ようやく到着だったんですが、抑えたか。ここは絡みました。ボールを出させませんでした。ラインアウトは取った。その後走り込んできて、マップスは前節は2トライ、インゴールが迫ってきて、走り込んできて、姫野が行くから、ただトライだ。ど真ん中ですね。今日は再三ボールに絡んでました。スティーラーズボール、ラインアウト。ああ取った、取りましたね。ララトゥーブは自陣のマイボールキープから、真ん中がちょっと空いて抜けたぞ。ホットランド戻したボールで、これはキエラン・コストリーが飛び込んだ、うん、取って取られて取ってという展開。かなり入ってからタオリトゥヨティがボールに触っています。マルディン・サベアが今日は3トライ、ハットトリック。動かしてガットランド、この人で勝ちましたね。フィフィター、オフロードはトーラス、逆に小畑がセービングから、アーディ・サベア、今日は3トライありますが、ハンドオフから今日4本目に、どうだ今のはトライです。今日4本目、今80分を待っています。ここでノーサイド、注目の第8節のゲーム、コベルコ神戸スティーラーズとトヨタベルブリッツ、57対22、
後半突き放したコミュニコ神戸スティーラーズ、これで3連勝です。いや今日はこれが力を出し切るということですね。今日は4人の世界最優秀選手がいるという話をしていただきましたが、笑いながら苦しそうということですね。